コモンズスコラボリューム1 JS バッハ前編、講師は坂本龍一です。第1回ということでね、コモンズスコラ大学、放送大学ですけどね、まあここにこれですね、見えるかな、まあ、コモンズスコラ第1巻の JS バッハと、バッチではないですね、バッハですね、英語ですとバックって読む人もいるんですけどね、まあ、ヨハン・セバスチャン・バッハですね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、まあ、スコラというのは何かということでですね、まあ、私が書を監修しまして、全30巻ということで、あの音楽全集を作ろうという、どんなに頑張っても年に3巻ぐらいしか出ないんですよ。それで3×10 ということですね。10年かかるんですね。壮大な計画ですね。壮大ですよ、本当に。多分途中で死んじゃうと思うんですけど、それはもう意思を継いでね、やってくれる人もいますからね、門松君がいますから大丈夫ですけど、で、まあ、第1巻ということでバッハなんですけども、30巻のうちにですね、普通、まあ、昔もね、音楽全集みたいなのがあったんですね、でそれは大体こうやはりバッハぐらいから始まりまして、バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス、マーラーなどときまして、最後に飾りみたいにこう現代の音楽がついてるよっていうのはね、よくありましたけども、まあ、僕も持ってましたね、小学校の時にね、それでは面白くないので、このスコラシリーズではですね、ヨーロッパ音楽もこう取り上げるんですが、ヨーロッパ以外の音楽も取り上げようと、それからですね、まあ、普通通常ヨーロッパの音楽の歴史を振り返るとバッハから始まることが多いんですけども、まあ、それもその前にもね、ずっとヨーロッパには面白い音楽がたくさんあったので、ぜひそれを取り上げていこうということですね。まあ、中世からルネッサンス、初期バロックなど、バッハ以前の音楽も数多く取り上げていきます。非ヨーロッパと言いますとね、そうですね、すぐ思い浮かぶのは例えばアフリカとかアジアですね、あと南北アメリカ、まあ、そういうところの音楽も随時取り上げていく予定です。まあ、そんなところがこれ壮大な全30巻の、スコラの全体像なんですけども、 ではこの辺で一巻、去年出したですね、このバッハ第1巻目のバッハ、少しご説明しましょうか。この一番最後にこの年表がついていましてね、こちらがバッハの年表ですね。裏を返すとですね、これはまあ、世界史ですね。世界史、この辺がですね、確か最古の楽器の、遺物がですね、何だったかな、あれはな、骨に穴を開けた、笛だったと思います。確か BC 6000年ぐらいでしたかね。そういうものはだから随分最近ですよ。まあホモサピエンスサピエンスになってからですね、出てくるわけです。何の話してんだったっけな。それでですね、バッハはどの辺にいますかね。この辺ですかね。バッハが亡くなるのが1750年なんで、この辺ですね。
うん、この前ずっとあるわけですね、まあ、あのヨーロッパ音楽 の、 あの源流っていうのはギリシャ、その次はローマ帝国に行きましてね、で中世の時代がありまして、それでまあ1400年ぐらいからこのルネサンスなるわけですね。でこれが約200年ぐらい続きます。1600年ぐらいからあのバロック期が始まります。でその中にあのバロックとしてはかなり後期の方にバッハが位置してます。でそれが終わるとですね、まあ古典派ですね、いわゆるクラシックってやつですね、あの有名なモーツァルトやベートーベンが出てきます。ベートーベンの後期になるともうロマン派になっちゃいますね。ロマン派もあの前期と後期に分ける人もいますけどもね、それがあの20世紀初頭まで来ます。あのマーラーなんかは20世紀も入ってまだだいぶ生きてました。あのだから20世紀に入ってもまだロマン派の時代が続いてますね、後期ロマン派。ちなみにその20世紀初頭の1900年なんていうのはまだプッチーニのトスカなんていう曲があったりします。それでまあこう現代に来るわけですね。まあ、これで大体その世界の音楽史の流れが分かるというわけで、なんて有益なね